モンブラン伯爵及び、インゲルムンステル、男爵シャルルフェルディナンカミーユヒスランデカントンド、モンブランは、フランスベルギーの貴族、実業家、外交官、日本の、お雇い外国人。日本では、白山伯の名で知られた。モンブラン家が、プロート家より譲り受けた、ベルギーのインゲルムンステル城。モンブラン伯爵に招かれて、薩摩のニーロヒサシを治む、古代。 友厚なども滞在した。1833年、パリで、シャルル・アルベリック・クレマンデ・カントンド・モンブランの、長男として生まれる。母は、ビルジニ・ルイス・ロック・ド・モンガイアール。モンブラン家の発祥は定かでないが、南仏の出身ではないかと言われる。父のシャルル・アルベリックは、ベルギーのフランデレン・地域ウエストイコール・フランデレン州に、ある、インゲルムン・ステイル男爵寮を、 ドイツ人領主、プロート家から譲られ、ベルギーの男爵となった。アンシャンレジーム機のフランス軍において、プロート家はモンブラン家の主筋であり、直系の後継者がいなくなったために譲渡を受けたものだが、プロート家のドイツの一族からは抗議があったと言われる。1841年、シャルル・アルベリックは国王ルイ・フィリップより白爵位を与えられ、 ベルギーの男爵であり、フランスの伯爵となった。父母がフランス人であったため、モンブラン自身はフランスで育ち、国籍もフランスだったが、弟たちはベルギー国籍となった。1854年アメリカ合衆国のペリー、艦隊が日本を開国させたというニュースが流れるや、日本に対する興味を持ち、渡航を熱望するようになる。百五十八年、 フランス特命全権施設として、清市に派遣されたグロダンシャクに随行し、9月に初めて来日。日仏通商条約の締結後、グロダンシャクと別れて外務省から依頼された学術調査のためフィリピンに渡航した。その後フランスへ帰国し、父の死を見取る。1862年、再び日本を訪れたモンブランは横浜に滞在し、 講師のデュシェーヌ・ドベルクールと交流する。帰国に際し、施設秘書として、斉藤健次郎を伴い、日本語や日本文化の研究に急しんだ。八百六十三年末、江戸幕府が公明天皇の強い上位の要望から横浜を鎖工するために、外国武行、池田長発を聖師とする交渉団をフランスへ派遣した際には、これと積極的に接触し、 施設団のパリ見学やフランス政府要人との会談を圧戦した。また1865年に再び派遣された外国武行、柴田武中らが突出した際にも接触し、日本とベルギーとの通商条約締結を進めたが、柴田からはあまり信用されなかった。同じ頃、薩摩藩の密交留学生が、新ロ・ヒサシ・おさむ、古代、ともわず、松木広安らに伴われ、 ロンドンに派遣されていた。幕府施設との接触が不調に終わった、モンブランは、斎藤を伴って、イギリスへ渡り、白川健次郎を介して、薩摩藩留学団に接触し、その世話役を買って出た。さらに、ニーロ、五代に貿易商社設立の話を持ちかけている。布告強兵、食産工業を目指していた薩摩藩はこの申し入れを、喜び。 早速予備交渉を行った。五代らが各国の視察のため大陸に渡った際には、モンブラン邸も訪れ、共に狩りなどを楽しんでいる。慶応元年8月25日には、ブリュッセルにおいて、モンブランとニーロ、五代との間で12カ条からなる貿易商社設立の契約書が交換された。その直後、モンブランはパリで開催された地理学協会で、 日本は天皇をいただく諸行連合で諸国が幕府と条約を結んだのは間違いだというような薩摩藩の主張に沿って発表をしている。翌年には輸入品に関する契約が更新され、薩摩藩主、島津重久からの勝者設立内役の令状がモンブランに送られている。また、密航留学生のうち中村広義、田中誠ーの二人をフランスに迎え、しばらく後には、 町田製造も加えて、面倒を見た。さらに、慶応2年の末には、ニーロ久し治むの息子、ニーロ竹之助、慶応3年からは、薩摩藩画郎、岩下方平の息子、岩下長十郎も、モンブランの世話で、フランスで、留学生活を送っている。1867年パリ万博パリ万博における、薩摩藩の出展校した、 モンブランと薩摩藩との交流に伴い、1867年にパリで行われた万国博覧会においては、薩摩藩はモンブランを代理人として、幕府とは別名義の出展者として参加、出品することとなった。岩下方平は薩摩藩及び琉球王国の全権としてパリに派遣され、モンブランと共に万博の準備を進めたが、そこへ、 幕府から派遣された施設、徳川秋武一行が到着して、薩摩藩の出展に大いに驚き、追行した外国奉行、高山一里、支配組頭、田辺太一らは厳しく抗議し、特に出展者名から、琉球の2文字と丸20字の記章を削ること、及び琉球国陛下、松平修理大部源、重久の名を、 松平修理大部のみに改めることを求めた。薩摩藩大理人のモンブランは岩下と共に交渉し、薩摩大使の政府の名前は譲れないとして断反し、結局幕府側は大君政府、薩摩藩側は薩摩大使の政府とし、共に日の丸を掲げることで妥協となった。モンブランはさらに、フィガロ、デバ、ルタンといったパリの有力紙新聞に、 すでに地理学会で発表していた日本は絶対君主としての徳川将軍が治める国ではなくドイツと同様に各地の大名が林立する両方国家であり徳川家といえども一大名に過ぎないとの論調の記事を掲載させるなど交渉を有利に導くべく工作したこの年日本を裁放したモンブランは薩摩藩から軍政改革顧問に招兵され 鹿児島に滞在するなど、薩摩藩との密着度を深めていく。しかし、薩摩藩は、撮影戦争後、重久の父、島津久光の方針により、イギリス式平成を採用したり、英国講師、ハリー・パークスとの交流から、新衛政策をとっており、フランス人である、モンブランに過剰に肩入れするのは危険と見られていた。英国からもフランス人の軍政顧問任命に、 三色を示され、薩摩藩留学生の吉田清成、鮫島直信、森有ノリらもモンブランを危険視する権限を班長へ提出していた。堺事件1867年、徳川吉信が大政奉還を行い、それに対し朝廷からは王政復古の大号令が下され、正午初会議で徳川家領の朝廷への返還が決定されるなど、流動的な政局が続くが、 薩摩藩用路の大久保利道は新政権の諸外国への承認獲得と外交の継続宣言をすべくモンブランと松木博安に新政権から諸外国への通達証書を作成させている。翌1868年始め、蕎麦、伏見の戦いで新政府軍が旧幕府軍を破り優位に立つと新政府に従う藩も増え、 新たな日本の中央政権として認識されるようになる。そんな中で起きた外国人殺傷事件においては、モンブランは新政府の外交顧問格として、外国事務局判事の五代友厚を支え、パークスやフランス公衆領主両子との交渉を担うなど、京都において新政府の外交を助けた。これらの対処により、明治天皇の各国公使役権が実現することになった。 このような功績から新政府の外国館知事、立宗成は、江戸に駐在していたフランス公主両主に対し、モンブランをパリの日本公務便利職に任ずると通知している。その後、モンブランは大阪、神戸間に電信を仮設する計画を立て、新政府に願書を提出しているが、すでに新政府には自ら仮設する計画があり、機会も英国に発注していたためモンブラン提案を、 断った。1869年、モンブランは、鹿児島で、島津忠義に越見した後、今度は、東京において、カラフトの領有権問題や宗教問題など、新政府の外交に助言を寄せたが、ヨーロッパにいて、直接交渉の必要があり、年末に、留学生の前田正名と、三堀康介を伴って、フランスへ帰国した。パリに到着後、モンブランは、 ナポレオン三世の承認を受け、異例の日本総領事となる。モンブランは、パリのティボリ街八8番地の自宅を、日本総領事館とし、前田をしまわせるとともに、領事任務に当たった。日本のキリシタン弾圧政策の弁明に努めると、ともに、日露国交交渉に直接乗り出そうとしたが、フランス人であったため、日本外交の代表権を持つ、公使就任を、フランス政府に拒まれ、 実現しなかった。不仏戦争の勃発に伴い、プロイ戦軍の包囲下で、パリコミューンが成立するなどパリが混乱に陥ると、日本政府は、モンブランを解任し、新たに、サメシマナオノブを弁務士として派遣することを決定した。1870年10月28日付で、解任されたモンブランは、その後もパリにあって、同行の死とともに、 日本文化研究協会を作り、フランスにおける日本語、日本文化研究を推進した。著書に日本事情や旧王道話のフランス語訳などがある。その後も、西恩寺金持ちら日本からの留学生と交流した。1894年1月22日、パリにおいて独身のまま死去。日本の歴史記述においては、しばしば敬遠されたり、 山氏扱いされたが、近代初期の日本外交において、独特な活躍を見せた人物である。以下、引用文の求字は真摯に改めてある。ありがとうございます。